どうやら、行こうぜ。美しい。そうかしら。もしかしてこいつ、そいつは双葉のシャドウだ。本人じゃない。そうか、モナは顔知ってるもんな。確かに格好が王女っぽいな。あなたがさくら双葉、うん、おい、お宝はどこだよ。知らないはずはないけど。口聞けねえのか。ちょっとそんな言い方。ごめんね双葉ちゃん。大丈夫だよ、安心して。教えて、あなたの大事なものはどこにあるの。拉致が開かない。ほっとこうぜ。ちょっと黙ってて。我が墓を荒らす者、何しに来た。喋ったけど。何言ってんだ、盗んでほしいんだろ。取れるものなら取ってみるがいい。挑戦的だな。ツンデレというやつか。お前らに取れるわけがない。我がパレスはこんなことになっているのだからな。好きに悪い。誰が殺したんだ。この声は人殺し。とか言ったらどうだ。人殺し？あなたが殺したのよ。お前のせいだ。ひどい。おい、なんだよこれ。近寄らないで。何くらいで。あなたのせい。人殺し。そう、私がやった。は？母を殺したのは私。今のは？ここには母もいる。私はここにいる。死ぬまでずっとここにいる。服が。警戒されたのか。どうなってる。なんだっつんだよ。まずいわね、状況が把握できない。どこか安全な場所で情報を。今度は何。まずい、まずいぞ。
メジエドが定めた X デーは8月21日。刻一刻とその時が近づいています。名指しされた怪盗団ですが、今のところ特に動きはありません。果たしてメジエドのサイバーテロは実行されてしまうのでしょうか。阻止するためには21日より前にさくら双葉を助けないと。限度は2日前の19日ってところね。渋谷に集まってから来るの面倒だよな。しばらくここをアジトにしようぜ。じゃあ次からここがアジトでいい？マスターに見つからないよう気をつけないとな。ピラミッド内部は何が起きるか予想もつかないぞ。我が輩たちの墓場にならないようくれぐれも注意を払えよ。いやー、とんでもねえ夏休みになりそうだな。世界的ハッカー相手してピラミッドでお宝探しだぜ。あんたさ、なんで楽しそうなの？怪盗団存続の危機だよ、わかってる？わかってるよ。そういえばモルガナ館の中でいやらしい目で見てたよね、変態。うっせえ、いい眺めだったぜ。お前らも見たろ？ああ、美しかったよな、ピラミッドの黄金比率。しげし。アンドノ、我が輩は見てないぞ、紳士だからな。見てないじゃなくて、変身してて見れなかったんだよね。不安。また。パレスの光景も気になるし、やるしかないな。照明だったか。やってくれるぜ。お？クソ、計画がバレるなんてもう時間がないのに。いや、まだチャンスはある、このルートなら。すごいな。
おい。え？なんだ？なんだって？よし。しかし今回のパレスには驚いたぜ。見渡す限り全部砂漠とはな。確かに今までのパレスって歪んでる中心地の外に出ちゃえば割と普通に町だったよね。おかげで鴨志田ん時なんかいつパレスに入ったか最初マジで分かんなかったしな。中心地の外だってパレスだからな。認知から生まれた景色には違いない。今までに倒した奴らは悪党だが社交性もあった。町がどんな景色かくらい普通に知ってたわけだけど、双葉は多分外の街がどんな風か知らないというか一切興味もないんだろう。それで一面不毛な砂漠なわけか。まああの暮らしぶりではな。まあでも今後は有名人の悪党を狙ってくわけだし、引きこもってるような人は少なそうじゃん。ってことは全部砂漠みたいな苦労は少なくて済みそう？そうとも限らないわよ。リムジンや飛行機ばっかりで町の景色には疎い、興味もないなんて人上流階級には多いわ。飛行機？おお、それちょっと悪くねえな。つうか雲の上みてえなスケールのパレス、もしあったらぶっちゃけ行ってみたくね？空飛んでるのは銀行だけで十分よ。だがさっきの中心地の外がどうなっているかという話は興味深いな。つまり悪人のタイプによってはパレスの中に現実と瓜二つの町があるわけか。一度ゆっくり歩いてみたい。おめえは本当にいつでも絵の話だな。確かに観察力があって頭の切れる悪党ならパレスに現実と寸分違わない町があるかもな。ま、あったところで別に使い道はねえけどな。どうバレするとしますか。準備は万端よ。じゃあ気を引き締めていきましょう。Hmm.
るのか。ちょっと話そう。戻ってこい。ご苦労。もう来ないかと思ったが。ほんと苦労したぜ。あんなでけえ玉落としやがって。お宝盗まれてえのか嫌なのかどっちだったんだよ。奥へ進みたいんだろう。取引しないか。取引だと。近くに町がある。そこにいる盗賊に盗まれたものを取り返してほしい。そういえば町あったよね。ここに来るまでの間に見たよ。戻ってきたらいいものをやろう。奥に進む道も教えてやる。もう少し情報はないの？盗賊の特徴や盗まれたものの説明は？町には盗賊しかいない。盗まれたものもすぐにわかる。行くなら外からね。判断は任せるわ、ジョーカー。ねえ、どうする？正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。やっぱり線つけるんじゃないか。奪え。強化がくっ。弱点つけるんじゃないか。ヘルスだ。チャンス。弱点をつけるな。強化がくい。これで。この力があれば、大したことないな。狙いは無理そうだ。疾風はダメよ。強敵なんだから気をつけて。よけんなよ。
この程度で俺は止まらない。バデカ。この技、早く使いたいものだな。よっしゃ。ってことは、そうね。行ってきたぜ。盗ま。ご苦労。じゃあそれをお前たちにやる。大事だから取り返すんじゃないの？それは地図だ。この墓の地図。盗賊が墓を荒らすために盗んでいった。ずいぶん好き勝手にやられてるのね。あなたのパレスなのに。とにかくそれをやる。奥まで。あ、なんだ。双葉ちゃん消え。マジかうわけ、これは龍砂だ。引き込まれるぞ。お前ら全力で泳げ。おい、生きてっか。大玉の次は落とし穴。私らなんか怒らすようなことした？怒らせるというか、小判島を衝動、自分でもどうにもできない、そういうことなんじゃないか。防衛本能かもしれないわね。あんな過去があったんだもの。人間不信も無理のない話よ。ジョーカー、絶対救おう。双葉ちゃんの心のドア開けてあげよう。我が輩も全く依存はないが、まずは自分たちの心配だな。地上への出口を探すぞ。このままじゃ我が輩らの墓になっちまうぜ。
バカな。暴いてやる。銃撃で弱点が見えない。ケツを任せた。バトルダッシュで勝つ。銃撃で弱点が見えない。後悔しても遅いぞ。いいかげんぞ。いいエンドだ。よし、研ぎ澄ませ。我が輩に正体を見せろ。よし、感じる。手応えのない相手だった。そのまま寝てろ。
さん。さて、どこかに。大したことないな。おい、宝箱だぜ。早速開けてみようじゃないか。強い相手ね。祝福は無効だから気をつけて。すいません。順調だ。さすがジョーカー。このまま行こう。大したことないな。手強いやつだと。おい、暴いてやる。おい、やつだ。悪くないな。攻撃チャンスだ。行け。今敵の弱点をつかず弱点がないわね。来い。スキルを忘れさせること。できれば引けろ。終わりにしよう。弱点がないわね。スキルを忘れさせることはできない。彼はもう一人の俺だ。覚悟の時間だ。誰かとどめよ。凍結してる敵だね。この力があれば新技引いたぜ。おっしゃ。筆を洗う。どこかに。こちらの先生だ。相手は隠した。疾風属性の攻撃で倒して。どけよ。ここに敵の弱点つけるんじゃないか。一匹よい。しまくりだ。
かいやるぞ。お掃除完了。さて、シャドウ撃破。よっしゃ。よし。
敵を撃破、スカルモットだ。さて、おっぱじめんぞ。これで終わりだ。よし、楽勝すぎて悪味が出るぜ。なあ、そうね、うわおい、感じるぞ。暴いてやる。国を見られるとは。よし、今敵の弱点をつくのは無理そうだ。強い相手ね。祝福は無効だから気をつけて。やるな、アイテムゲットだ。俺は止まらん。覚悟の時間だ。ここには一度。特製モッドだ。残念だったな。ぶっつぶす。スカル、見せるぞ。俺たちの生き様だ。行くぜ。やべ、力が出ねえわ。力はかける。乗せる。これだ。最高だぜ。うまそう。たくよ。ほらよ、おごりだ。さすがだぜ。お前、よし、お疲れ。鮮やかな勝利だ。さて、よし、倒したな。先行くか。バトンタッチ
すれば弱点がつけるよろしく。よしまだ終わらない。我は何時弱点が狙えるな。撃破特製モンストだ。生すぎりにしてやる。これで終わりだ。これで幕引きだ。楽勝。大したことねえな。シャドウの皆さん、注意しろ。暴いてやる。破壊する道がある。弱点をつけるスキルは電力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。サバレ！相手は隠した。我が銀属性の攻撃で倒して。残り2匹。勝利。バトンタッチすれば弱点がつけるわ。まだ終わらないぞ。よし。手応えのない相手だったな。感じるぞ。チッ。なあ。片付いた。じゃあ行こうぜ。おお。ジョーカー。感じるぞ。
正体を見せろ。こんな扱いも知らないの？先制攻撃撃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 撃実力はこちらが上だ。おお、弱点が狙えるな。おお、効果がくっつくチャンス。弱点をつけるな。おお、効果がくっつく。弱点が狙えるな。動くんじゃねえぞ。これで撃破。ちょっと余裕すぎだろ。なあ、あら、よっしゃ。気づいたか？あ、
正体を見せろ。見て、弱点が弱点がつけるはず。弱点が狙えるな。今回しても遅いぞ。とどめだ。一緒に上がりだ。この技早速使わないとね。さて、楽勝すぎてあくびが出るぜ。やべ、暴いて。危ないやつがいるぞ。大爆発。やるな。弱点狙いは無理そうだな。強い相手よ。弱点の粘土属性を狙って、鮮やかな勝利だ。力が湧いてくる。さて、余裕の勝利ってやつだな。暴いてやる。俺を倒すつもりだ。行くぞ。腕攻撃チャンスだ。行け。弱点がないわね。スキルを忘れさせることできるわ。みんな人の痛みだぞ。なうるせえな。敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。ラゾスピカロ、終わりにしよう。少しがいいかね。フォークスさすがだ。さて、手応えのないや。正体を見せろ。さて、楽勝。大したことねえな。正体を見せよ。強い相手よ。弱点の粘土の癖を狙って。やった。行くぞ。ラゾスピカロ、冥府の扉。どうしたんだ。敵を撃破。覚悟しろ。最後の締めは俺たちで行く。勝の時間だ。いや、さすがだぜ。お前腕を洗うより絶やす。
先制攻撃だ。ヘルフラー、うん、来るんじゃないか。何だと。ヘルフラー、弱点をつけるな。やってやるぞ。よし、この程度研ぎ澄ませ。俺一人で十分だ。なあ、何の絵？大人が
泣いてる子供相手に何か読んでいるのか。書き手の心情がよく現れているな。心の内に何か深刻なものを抱えている。双葉なんて産まなきゃよかった。壁画から聞こえてる。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでいたみたいだね。育児のイローゼだったんだろう。何だったの今の。内容的に遺書っぽいけど。母親が自殺した時の記憶か。事実だとしたら子供相手にえぐくね。やるか。